もう始めちゃった。おはようございます、白田ありがとう。ピアさんおはようございます。バラディクさん、長地さん、シュタンさん、シュタンベンちゃんさん、隊長さん、これかい、赤潮さん、クリロさん、長男さん、鍋さん、あと指揮者さん、ユヌさん、ルンルン、おはよう、おはよう、おはようございます。みなみちゃんおはようございます。ミッキーさんおはようございます。マー君さんおはようございます。ワタチさん、寂しい〇〇〇さん、ギゴロさん、ヤマちゃんさん、アメちゃんさん、レイレイさん、クララさん、マスダさん、アリサちゃんさん、マサマルさん、てっちゃんさん、タッティさん、ひでまるさん、アラ十三さん、ゆきやなさん、おはようございます。ラットゴンさん、ポンポンさん、ケビンさん、カプチンさん、ヤミチャンネルさん、ヨッシーさん、ルートさん、ニフラムさん、イチさん、タロさん、ヒコッチさん、ルイコスさん、グンソウさん、トビーさん、おはようございます。あ、やばい、まさきさん、ありがとうございます。タイムラインにいました。今から髪の毛を結びたいと思います。まさきさん、おはようございます。あっちゃんさん、おはようございます。進撃さん、おはようございます。飛ばしちゃいました、ごめんなさい。ケイチさん、おはようございます。ケンシロさん、おはようございます。おはようございます。遅刻せんない、いやだってね、遅刻は しちゃいけないものだから。昨日はごめんなさい、いや全然、ごめんなさい、髪の毛結んで、やばい、これ全然髪の毛、あーもう死んだわこれ。アリサちゃん、ありがとうございます。まあこれ以外にない、ママ髪の化粧ポーチ取って、ラメまたこじってた、シロタン。やだそれ、やばい、よく見つけたね。コタヤンさん、おはようございます。今日山梨は38度なので、すごい暑いね。デュランさん、シューガー、ありがとうございます。シューガーアールさん、かわいい、それ嬉しいです。アリサちゃん、ありがとう。うちゃさん、おービューティフ、嬉しいわ。嘘、反省を生かして、反省をしかしてな、仕方ない。もうあちゃんさん、ありがとうございます。初見です。 MYM アットマーク M 点山さん、山さんさんありがとうございます。キンさん、おはようございます。ナナさん、おはようございます。今日は画質がいい、本当ですか。もうめっちゃ、なんかさ、前髪さ、すごいことになっちゃった、ここやったのに。全力ダンス楽しみです、本当ですか。私はさ、全然遅刻じゃないです、これ。はちゃんとクレープ食べた、よくし、もうはーちゃん言ったんだ。じゃあ、クミもはーちゃんに写真もらったから、はーちゃんが写真撮ってくれたの、クレープ食べてるとこ。美味しかった。いさおさん、ありがとうございます。みなんたくさん、おはようございます。髪型 OK。完璧。あ、ぼーってし。ありがとうございます。ママがですってクレープ食べた、クレープ美味しかった、すごい。もう
昨日公演の後に終わったらすぐだったんですよ。だからね、はーちゃんにね、一緒にね、私が誘ったんですけど、はーちゃんに一緒に行かないって言ったら、え、一緒に行くって言ってくれて、でなんか行った。もう一瞬で、一瞬でもう20分ぐらいでもう解散っていう、もう本当にクレープ食べておしまいみたいな感じだから。なんだろうこの髪の毛。シロタンさん、シロタン、ママがおはようございますって。一瞬でクレープ食べたよ。でクレープ食べたくて昨日でみんな誘ったんだけど、なんかやだやだっていうか、どっか行くって言うからね、はーちゃんが、はーでもね、もうはーちゃんにね、顔が好みって言われてね、はーちゃんにね、あーはーちゃん一緒に行きたいなと思っててね、もうはーちゃん見当たらなかったけど、最後の時に見つけたから。あ、中地さん、ママがおはようございますって、はい、超絶かわいい豚、あ、牛、タンドルさん、ありがとうございます。そう、何味を食べたの？チョコバナナホイップ、チョコバナナいちごホイップ、あ、じゃあいちごバナナチョコホイップか、なんだわかんないけど、まあそういうやつです。嬉しい、顔が好みって。クルルのことつぶやいたよ。クルルのことし、あー、ありがとうございます。やさきさん嬉しいですね。ね、じゃあ聞いて、あのね、あのめっちゃね、バナナとか無理、バナナダメ、いちごバナナチョコ、そう、いや、リオにおはよう、はーちゃんの描いたクルルのプロ風画にしてみた。え、本当ですか？はーちゃんの描いたクルルをプロ風画にした。おお、嬉しい、ありがとうございます。アリサちゃんありがとうございます。小林さん来たぞ、ありがとうございます。あ、若潮さんクレープ食べたくなった。じゃあ皆さんで一緒に行きましょう。あ、化粧さん、ありがとうございます。みんなで一緒にクレープのいちごバナナ、バナナいらないか、バナナ苦手な人、バナナ美味しいのに。でもまあ私はバナナ食べられるけど、みんなでいける。あ、そうですそうです、言わなきゃいけないことがあったんだ。バナナなしなりから、じゃあバナナなしの人もいて、いちごはいる、綺麗な人、いちごがなしな人もいて、何でもいいよ、何でもいいから一緒に行きましょう、みんなで。じゃあ次、はい、ご心配かけましたが姉とは仲良くなりました。そう、もうね、姉に昨日姉の名前を呼んでしまって、すごいキレられてどっか行っちゃったんですけど、喧嘩っていうか、まあまあまあ仲直りしました。謝りに行ったの、昨日終わった瞬間ね、もう1ヶ月出ないからってめっちゃ言われた。はい、報告でした、以上。鈴木って呼んでるのでも寝てる、まだあと20分ぐらいしたら起きてくる。
本当に1ヶ月でないと。ママのことだって名前で呼ばないからママでしょ。ミスチルのくるみって私知ってますよね。ミスチルって言っちゃった。ミスチルさん、そう1ヶ月経ったら出てくる。そうか、やアリサちゃん、ありがとう。アリサちゃんさん、ありがとうございます。ケシオさん、ありがとうございます。カシオさん、ありがとうございます。ね、そう、なんかね、そう、親がね、知ってるから。ね、このね、誕生日の時に来てくれないと困るよ。寝言ね、また大きな声で言ってくれるといいな。勝彦さん、おはようございます。本当ですか、やったじゃん。くるみを思い出してくれたんだって。ちょっと好き。ママもくるるのお姉ちゃんの、そうね、あれ大変。何話そうか、話すことないな。毎日やるとこんなに話すことないんだなと思って。そんなね、あ、でもいろいろあるか、声のこととか。なんか一日ってそんなに、ね、長くないからね。梅さん、おはようございます。ジューンさん、おはようございます。はやちゃんさん、ありがとうございます。そう、この間改めやった、スンリーさん、ありがとうございます。この間改めて実感したよ。宿題はね、全然順調。まるみさん、やった、おめでとうございます。当選しました、イエイ、ありがとうございます。 SKE48 劇場の試食会に申し込むね。ありがとうございます。待って、お腹空きすぎてやばい。あっちゃんさん、ありがとうございました。仕事行ってらっしゃい、頑張ってください。バイバイ、ありがとうございました。飲んないみしよかった。やばい、仕切り本当に私やりたくない。本当にもう一生できないと思った。本当に目を閉じて、なんだっけ、想像してみましょうとか言って、想像できましたかって、できてるわけないよね。普通にできてるわけないよね。ジュニさん、おはようございます。できたって、あ、できた。ケロロ、メガネたくさん、ありがとうございます。てっちゃんさん、ありがとうございます。ケロロンとはいつから一緒にいるの？ずっと前からだよね。でも君あんまケロのこと好きじゃなかった。だってさ、こんな目飛び出てて怖いっしょ。ケロロンロンロン、最近可愛く見えてきたね。まあ握手会だよ。でもさ、そんなこと言ってあっという間だよ。ジュニさん、ありがとうございます。あんま好きじゃなかった。もう好きになったよ。タコさん、おはようございます。起きたばっかり。いや、もう20分ぐらい経った。これ苦い、苦いっていうか炭酸だけでしょ、これ。やばい、炭酸水、こ
炭酸水で。炭酸水は太らないんだよ。今日は夜公演ですよ。じゃあ今日はね、昨日ね、なんかわがままな流れ星でね、あのね私ね、わがままな流れ星のね、その考えてるんですよ、最後のセリフを香織ちゃんと一緒に、そのデレデデンって終わった後でね、それをね言ってくださる方とか言ってね、使いたいんですけどね、なんかでどの場面で使うのかね、わからんくてね、全然使えないんですよ、そのわがままな流れ星のセリフをなんかくださったりしてくださってるんですけど、いつそれをやればいいのかと思ってで使えてないっていうのが現状なんですけど、やばいっすよ。もうデュランさん仕事行ってらっしゃい、ありがとうございました。だからいつ使おう、せっかくくださったのに。炭酸水目覚めるし、うん、嘘、あ今か、いつって、あのね、私 LINE で決めようって言ってんのに決めてくれない、いつもね、あの LINE しないで終わっちゃうから、ちょっとね、はやちゃんさんありがとうございます、あひよこさんありがとうございます、くるるんのオーディションの時のショール前に見てみて、わかんない、見れるかなのにリブイさん、わかんないです。あーなんかね、どうしようと思って、あ、本当ですか、なんかちゃんよかったです、吉宗ですが、何かさん、ありがとうございます、ふさまるさんありがとうございます、あ、ケイシロウさんありがとうございました、ぜひまた来てください。たしくんさん、公演本当に元気、公演楽しい、たけさん2回目見に行ったらくるるんが告白して真中に壁かしたり、真中が壁ドンしたり、新たな発見があって面白かった、そうなんですよ、なんかそう告白ずんちゃんにするっていう、さきさんありがとうございます、そうね、シロタンそういうのもいいよね、かりちゃんとね、なんであの、ね、年上と年下で最年少最年長コンビで、なんかそう、マサ H オリングさんありがとうございます、大好きなんだよ、ありがとうございます、ダッチさんありがとうございます、喉どうしたの、なんかねちょっとね、歌いすぎてね、大きな声出しすぎて枯れちゃったんですよ、そう、そう美味しそうだね、そう、そうこれ、でもね、なんでね、このね、このなんだっけ、このネタなんていうんですか、このなんだっけ、クリームソーダのネタにしたか、高弘さんが送ってきてくださってて、ね、それを内容をそのいつ使おうかって香織ちゃんにね相談したんですよ、私がそれをしたらいつでもいいよって言ってて、なかなか使える場面なくて、でクリームソーダっていうやつが入ってたなと思って、入ってるからじゃあクリームソーダで行こうと思って、昨日はね、ニッキンさんおはようございます、もう絶対いつつでもさ、2回連続でクリームソーダネタ続くでもいいしって思って今悩み中、私は香りは分かんないけど、キャンパスまで座っています、ありがとうございます、あ、まさまるさんありがとうございました、また来てください、お願いします、国民的美少女13歳なのは一緒ちゃん同い年、おりんりんさんおはようございます、
みちゃんさん、声の虫最近ますます面白い。嘘、本当ですか？昨日とかも本当ね、シーンみたいな感じで滑っちゃった。ありさちゃん。誰が？りんりんさん、おはようございます。ハロー。ありさちゃん、ありがとうございます。りさちゃんさん。ケロロ。おぶれない赤ちゃんを育ててみたい。全然赤ちゃんじゃない。赤ちゃん、もうくるみでも老けてるわ、これ。もう意味わかんなかった、本当に。あれ、くるみが仮ミリミー賞もらえる日が来る。どうだろう、それは頑張り次第で。で、待って、英語で読めない方がいるんだけど、 OPPO さんってどうやって読むの？まあ、いっか。まあ、そう言って OPPO さん。おっぽだって、おっぽ。おっぽさん。今ちょっと目ぶつけちゃ、目ぶつけたら痛かったよね、絶対。カチンとか言って。目隠しとくも。さちありがとうございます。クチンさん、おはよう。ケロロンもおはよう。おはようございます。おはようございます。目は見せない。目充血しちゃったから。アメちゃんさん、ありがとうございます。チップさん、おはようございます。もっちよりケロロン好き？カプチンさん、ありがとうございました。ぜひまた来てください。お願いします。トシクさん、ありがとうございます。喋るんですよ。おはようございます、サトちゃんさん。カチンってイヤホンで聞こえ、やだ。タティさん、ありがとうございます。ナベさん、ありがとうございます。ムカオさん、おはようございます。シナミさん、ありがとうございます。嘘、ゆりかさん。ゆりかさん、13歳。私、今年13歳。西谷さん、ありがとうございます。まだ12歳。9月2日で誕生日が来るので、12歳、13歳になるけど、まだ。今の公園のなんか烏帽子以外ならにね、クロスもまたやりたいけどね、だって後悔しかないからちょっと。あ、ゆきやなさん、ありがとうございました。おやすみなさい。あ、2000人ありがとうございます。レッスンね、まあまあです。女がいるよ。もうブンブンがそこの、私ね、昨日オンデマ見たんですよ、7日の。オンデマンド。ブンブンが映ってたの、そこ。やばい。あの頃はさ、あの4回はさ、もう、できてなくて、ちょっとできてるようになって、次、まあまあまあできるって、まあ最後はまあできてたから、まあね、普通になんかまあ、これは炭酸水ですよ。本当だよ、サイダーじゃないよ。そう。私の孤独なランナー好き？え、嬉しい。私、孤独なランナーね、本当にやばいんですよ、なんかね。こうやって、こう、スキップみたい、スキップじゃないんですけど、スキップみたいにしてやるんですけど、あれが下手くそで、なんか、めっちゃ笑われた、みんなに、なんか。私のエビデンス？絶対できない。ちょ、待って、聞いて。もう私がやったらね、どうなるかってね、短足ぷよぷよって言われるんですよ。足が短くて、あれ、もうズッキー長い、あれば、本当に。
足が短くてお腹ブヨブヨ、本当にあの後は辛い。だってね、あれ腹筋バッキバキだよ私ね、プニプニ本当にやばいんだって。座ったらね、二段腹みたいなならないけど、なっちゃうみたいに見えたら嫌じゃん。なんかしかも姿勢悪いからさ、なんかお腹にあとできてたらどうすんの、いろいろとやばいの、ブニブニしてんの本当に。硬いのズッキー触ると。イーダンスの子です、多分。本当に本当にひどいの。ブニブニ短足エビデンスでもいいよ、短足エビデンス。やば、やばい、全然右足じゃない。そっちも短足が気になるわ絶対。ね、そう、足の長さ、腹筋もまあ頑張って腹筋ねこうやってやればいけるけどね、足の長さはもうどうにもならないからね、仕方ないもん。あ、マサ M、 あ、マサ H おりんごさん、ありがとうございました。ぜひ持ってきてください、仕事頑張ってください。番組割れた。そう、やばい、ブニブニブニルになっちゃう、ブニル。ゆりかさんが、あ、中二だ、負けました太陽さんおはようございます。ね、ちょっとあのズッキーあんまり高いヒール履いてないけど、くるみはちょっと頼んで高いヒールにしてもらえますかねって頼んでみようかなもし やらないよ、でも絶対私できないよ、あんな難しいの。くるみ何日練習、あれだってズッキーすごいさあれだったけど、くるみ何日かかんの、あれ1ヶ月ぐらいかかっちゃうかもしれない。サビなんだっけ、右足何だっけ、最初夢が見たいなら膝まずきなさい、右足に巣があって私を抱き寄せて夢が見えた。なんかこれすごくないの、ここら辺わかんないそれ感想でしょ、あの音に合って動くとこでしょ、すごくない、もう音と同じ動きしてるんですよ。あ、文治さんありがとうございます、佐々木さんありがとうございます、すいませんね、ありさちゃんありがとうございます。ここだよね、これ。早い、としくんさんありがとうございます。なーなに教えっと、あーもうやばいでしょ、だし次元で作るのに調子は変わらないけど、サッシープリスの EU ラブが気な、姉貴賞です。マルシロさん、いや全然、右足ママエビデンスみたいママの足短すぎて多分踊れないから、見てママの足これだからね、強い蚊に刺された。ママの足声だから、右足エビデンスやばいこれは、ね、夢が クラフルさんおはようございます。まあもうね、お腹やばい、お腹出しの人来たらこんなボコって出てるよ。愛の色ね、あーなー、愛は何色、どんな色、誰かの色、呼ばれた、全然カエルさん呼びますよ。そう、止めてるのはプリズムのようなもの、ここ好き、プリズムのようなもの、このとこ好きと信じて。もうこれ聞いて、この歌詞私全然知らなかったんだけど、自分のねあれ言ったんじゃないか、あんま歌詞とか見てなかったんですけど、この間ね歌詞見たんですよ、そしたらね、ねすごい内容でしたね、
普通にやばかった。だってさ、あれでしょ、 A メロってわかるよね。 A メロでなんだっけな、 A メロなんだっけ、ほらなんだっけなんだっけ、 A メロ歌詞なんだっけ、てれれ涙が止まらないよ、手のひらから溢れる人混みに紛れても、おりんりんさん、おやすみなさい、ありがとうございました。見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。まだこれ、カッツンさんありがとうございました。おやすみなさい、おやすみなさい。もうでなんか悲しい曲なんですよ、なんかで、そのなんか付き合ってた人に裏切られて、そのね、なんか違う女の子と一緒にところを見ちゃって楽しそうにっていう歌詞なんですよ。だそれがすごいなと思った。それでなんかね、感想とかなんか音がなんかちょっと明るくなるんですよ少し。そう、そういうところをなんか表現するのが難しいっておりんちゃんが言ってた。聞いたそれ。しんぺいさんおはようございます。しんべいさんでした。しんぺいだよね、どっち。ありがとうございます。近くさんありがとうございました。そうですね、そう、そう、あーそうなんですか、ロリンボさん仕方ないです、ありがとうございます。そうそうなんですよ。えさきさんありがとうございます。涙が止まらないよ、手のひらから溢れる人混みに紛れても、テレレレレレレテレレレレレテレレレレ、にぎわっていたスーパーで彼女とあなたと彼女を見かけたの、楽しそうに買い物をする、腕を組む二人、あいまなに、もう声出ないんで、どんな色、あ誰かの色、ね、聞いて。あのね、リハーサルでねユニットやるんですけど、その時にまなかちゃんの声がめっちゃ聞こえるんですよ。なんかまなかちゃんマイクに通りやすい声ですごい、でなんかすごい大きな声で聞こえてきたんですよ、その声がね。一回サビがね、すごいサビサビすごくて面白くて、でそれでなんかね、そのなんで面白いかっていうとね、あのなんだっけサビなんだっけ、ないはない色どんな色、あー誰かのいかの色ってね下がるんですよ、かのってなるんですけど、そこのメリハリっていうんですか、そのなんていうんですか、そのなんていうの、そういうのって音下がって上がるなんかのがね、すごいね面白いの、タグちゃんはだから本当に癖の強い歌い方をするからね、面白い。意味わかってるかな。リナさんおはようございます。キングさん、キング24さんおはようございます。でもすごい、本当にすごいんだって、これ本当に笑える、超笑える。ちょっとじゃあちょ、ね、タグちゃんにねそれ言ったのね、そのねすごい癖が強いね癖が強いって言ってみたの、知ってますか、千鳥さんのやつの真似していったの。したらね、もうめっちゃ笑われて、でも歌ってって言ったらね、あの歌ってくれなかった歌ってって言ったら歌ってくれなかった。ありさちゃんさんありがとうございます。やさきさんありがとうございます。そう、癖が強いって言って言ったらめっちゃ笑われて、歌ってって言ったら歌ってくれなかったから、ちょっと今日もやってみる。ちょっとあの多分ショールームでさりげなく愛の色のサビ歌ってって言ったら多分歌ってくれるから本当にこれは面白いと思う。そう、ちょっとこっちは今日聞いてみる、一緒にショールームやろうって言って。そう、マグロめっちゃ美味しい。そう、
注目してみて、うちも声ね、みんな同じぐらいのあの声の大きさだから、あんまタグちゃん目立たないかもしれない。タグちゃん何でも言っちゃうくるみ、なんかタグちゃん怒らなくなったの前、なんか聞いて前髪ねいじってるねって言ったらね、えみたいな感じだったんだけどね。最近ねすごいね前髪いじらなくなったねって言ったらね、はーみたいなめっちゃ笑顔で言ってくる。さりげなく歌う、あびしとタグちゃんってね驚くとあびしって言うんだよ。タグチ性のやっぱ住民なんで、タグちゃんってタグチ用語出てきちゃうんだよね、あびしって。そう、あびしって言う。そう、タグちゃんの配信の時歌ってって頼んでみるといいですよ、絶対歌ってくれる。え、じゃあ沖縄じゃない、本当にずっと言ってる、ずっと本当にずっとアビシッって怒られてないよ。瀬戸内さんありがとうございました、ぜひまた来てください、仕事頑張ってください。あのなんか癖が強いのはまなかちゃんの愛の色のサビの歌い方です。そう、ずっとなんかおしってじゃあね、もうちょっと今面白い話しちゃったから次何の話しよう。私のじゃないですよ、キャンパスオーティーとさ、私は安倍氏って言わない、真中ちゃんは安倍氏って言う。でもね最近ね、真中ちゃんが安倍氏って言うからね、確かに熊本氏って言いそうになっちゃうの、途中で消えたってなるけど。そう、あ、いてくれるんだってミッキーさん、ありがとうございました、ぜひまた来てください。安倍さんありがとうございます、公園見るな、ありがとうございます。くるみの癖が強いところってどこ？ないよね。あんまくるみ、だからそういうなんか一つとかじゃない、なんかなんか別にそういう感じという感じだよ。くるみの口癖は？さきぽんの口癖ならわかるよ。さきぽん。言ってる言ってる、楽屋でも言ってる。絶対話す前にさっきはさっきはって言ってる。そう、超面白い。総理大臣ってマジでちょっと自己紹介 MC 絶対言ってないですか、さっきはって。そう、あれいいよね、 MC で、あれどう、楽でも意外と言ってる、何回か、うん、毎回でもないけど、まあ言ってる、あのあれ、あのあれとかも言うね。そう、さっきはわーが特徴だ、わーって。あやみんの口癖はね、じゃじゃん、じゃん、あやみんの口癖なんだろう、あやみん、あみみんたいがたちさん、おいでます、なんだろう、うん、そこが可愛いんだわーね。まあ確かにさきぽんね、ひろさんね、難しいよね、そういうなんかそういう喋り方するけど愛の色とかやるから、やっぱどういうキャラなのかな、まだ定着しないよね。そう、あーちゃん、そう、あやみはあーちゃんって呼ぶ。なんだろうね、さっきもあじゃなくて、あやみもない、
あ、ねえだ。そうだ、あゆみはねえだね。ねえって言ってめっちゃ話しかけてくる。なんかちょっとでも無視すると、無視するとってそういうことじゃないですよ。あのふざけてあゆみにくるるんって呼ばれても、え、何、誰ですかみたいな言ったら、ねえって言ってくる。意味わかんない。ありがとうございます、きなさん、ありがとうございます。雨降ってきた、雨降ってきたって。晴れてるこっち、めっちゃ気をつけてください。雨は、あやみんかまちゅでもみんなかまちゅだよ、16期って。なんかね、抱きつこうか、あれもういいんだっけ、言ってダメ、バイクつきゃー、やばい、それは抱きついてくるよやばい、しろさんもう内緒できて、もう364人に分かったよ、もうブンブンの口癖はね、わかんないいや、ほんとよ、わかんないが口癖なの、これだよ、これ。わかんないとかできないとかでしょ、ね、もう、でもそう言いながらできてるの、いつもいつもできないとか言ってめっちゃできてる、超面白い、そういうの。いや、おいしそうございます。でも、でもできてる。そう、かなぶんテリアさんなの。でケロロン抱きついていいですか、ダメです、私のケロロンです、これはちょっとでもいいよ、ケロロンあげる。うー、かぶみんなを食べちゃうぞ。ドアップン、ケロロンって女の子ですよ、今だけ普通の生活に戻った嘘、女の子ずっとDMM で愛の色見たら癖のあるマナカちゃんしか売れなかったごめんね、マナカちゃん。でもまなかちゃんいい表情してるんだよ、いつも。ケロロン同伴する、どっちがいい、ケロロン、ケロロンのその日の気分によって体調とかコンディションで、コンディションが悪かったら行かなくていいよ、顔の具合とかもあるしね。鈴木まだ寝てるよ、首が止まんなくなっちゃった。ケロロンコンディションが悪い時とかあるよね、多分。私あそこ好きなの、あの私16期公演のあのユニットのクロスとかあるけど、私愛の色の楽しそうに買い物をする、腕を組む二人、ここのリズムが好き。あとはパンですね。でもご飯の時もありますよ、普通に。なんででないくらいに回っけられたみたい、ずっと夢から覚めないの、恋は独り言。なんでないくらいにカレーパンに好きなんです、どんな自慢を唱えたね。ね、わかりますよね。きつくのね。そう。あそこわかる？その3人が連続で歌うんですけど、みんな声が違うから、もっと、最初、タグちゃんが楽しそうにって言って、
買い物をする、あのね、私ね、おりんちゃんの声真似って、声ってか歌い方の真似できるんですけど、買い物をする、あれこうだっけ、どうやってやった、聞きの買い物をする、買い物をする、こんな感じだった気がする。ありさちゃんありがとうございます。ありさちゃんさんありがとうございます。かこう全部つなげて、吐息っていうか何ですか、この息のつなつ、そのスピードと一緒に歌うみたいな、買い物をする、ほら似てる、ちょっと似てる、みんな目閉じて聞けば似てる。キャンパスボティエットさん、そうね、ね、わかる、うさきぽんの歌い出しがマジでかっこいいの、あれなんかすごい。あとやっぱそれはね、あれだけど、もう一番最初のカノンでしょ、やっぱりあれはやばいと思う。本当ですか、ヒロさん嬉しいです。1グーのね、2グーのね、3グーのね、4グーのね、筋肉痛ね、ちょっとだけなった、ここの太もなんて、太ももがふくらはぎと、グーのね、もうベベベ、ぬいぐるみでカノンやってどうやってやれば、私踊りできない、あの踊り難しい、あれ。そう、今日も夜公演の、もう夜公演だからね、まだまだ。いや、これやばくない、よ、4軍のね、5軍のねって言って、えいへいへいって次、くるくるみがずんちゃんの目の前に丸かぶりして歌うって、ぐーのねねないずんちゃんの歌われたのに、くるみがずんちゃんの前に出て、ぐーのねねないぐらいに泡かけられたみたい、ずーっと夢から覚めないの恋はいること、ぐーのねねないぐらいに、急にね、大丈夫、首背ちっちゃいから、ずんちゃんでもあの前になっても顔一個開くよね、めっちゃ面白い。浦川さんおはようございます、ありがとうございます。入りたいけど、あ、私が勝手に考えちゃった、すいません。そこまで考えてなかった。私はでもちょっとやっぱね、急に出ててマネージャーに怒られて、怒られる子ちゃんも、もうやめてください、もう来なくていいですって言われちゃう。あざあざさん、あざあざちゃん、おはようございます。ゴーゴーレッツゴーロマンス、涙が出ちゃう、全然違うよ、イントロでしょそれ、やば、テレなんだっけ、テレてれてれてれて、うーね、どこかへ連れてって、ブリキの馬、アブラちゃんさんありがとうございました。ガタンガラツツツ、切ないゴーゴーレッツゴーロマンス、ガタ思いのドールは言葉にできないから、切ないゴーゴーレッツゴーラマンス、涙が出ちゃう弱虫だね、あなたのこと思うたびに、月の月の夜は夜はいつもいつも、ありがとうございます。うさぎを探してる、ぐうの寝れないくらいに魔法かけられたみたい、ずっと夢から覚めないの恋は人にごと、ぐーの寝れないくらいに、おでんぱんに好きなんです、どんな呪文を唱えたら伝わるのでしょう、
混ぜた完璧グーのね、普通にちょっと間違えちゃった。しめばりとどさん、おはようございます。そうですね、いや大変じゃないです、楽しいですよ、4部制やっぱり。中地さん、ありがとうございます。グーのね、やりたい、私もグーのね、普通に、本当に。結局お兄ちゃん昨日何時に起きたの？何時起きた？8時ぐらい。どんぐらいだったっけ？7時半に起きたのかな。アーケビス、ありがとうございます。よろしくお願いします。わかんない、私ズンちゃんポジね、ズンちゃんポジってか全体あのなんか歌割りは自由じゃないですか、大体あれって。だから私全部覚えてる、一応なんていうの、別にその歌うところはやんないとかじゃなくて、涙が出ちゃう、こういうところとかもやるし、月の月の夜は夜は、月の月の夜は夜はいつも質問もできる、何でもできる、あのグーの音はできるの、でも他はできない。あまみちゃんさ、仕事行ってる、もさありがとうございました、ぜひまた来てください。そういう、うん、グーの音だけはできるの。待って、もうさ、こんな時間になってた、何時までやる、もう終わりにする、グーの音はやるよ絶対、私グーの音はやるよって嘘かもしれないけど、わかん、全然わかんない、ちょっと適当に言っちゃった。グーの音はやるよって何の自信があって、そんなご自信。えさちゃんさん、ありがとうございます。ちょっとタクシー、そうタクシーは喋っちゃうんだよ私、もう終わりにしようかな。でも多分皆さん朝から起きて眠いから、そろそろ寝ないと、皆さんも。あ、ひでまるさん、ありがとうございました。私はこれからちょっとね、あの公園の点々映像をもらったので、ちょっとみんな見て、全体的に見て、ちょっとメモる、私今超メモった。はい、いきます、今日も全力で踊ります、イエーイ、踊りますので、ぜひ DMM でも。ディズニーランド、あ、ありさちゃんさん、いいね、ありさちゃん、いいね、ディズニーランド、あ、言っちゃダメか、これいいのか、消えてないってことは大丈夫ってことだよね。夢の国に行ってらっしゃいです。じゃあもう終わりにする。じゃあそう、出て映像あるとね、めっちゃ見やすい。あたってさ、今日ロビー会行きます、ありがとうございます。何目で見ます、だって点々楽しいんですよ、だってあの、まあ、やっぱ間違えちゃったら目立つんですけど、でも、まあ、まあそういうところもね直していこうっていうことで、そういうのをくださるんですよ、そのね。で私は昨日見てたんだけど、多分途中で寝ちゃってて、もうメモがね、どこまで、あの、まあ、孤独なランナーで止まってた私だから、ちょっとひと夏の孤独なランナー、多分途中からもう見れてないから、途中見てみたいと思います。じゃあランキング発表、イエーイ、13位の方、たかひろさん、ありがとうございます。12位の方、ペンちゃんさん、ありがとうございます。11位の方、やさきさん、ありがとうございます。夢の国と何なの、ロビンに行くね、あんよるさん、ありがとうございます。10位の方、やったーすんりんさん、ありがとうございます。ゆるさん、ありがとうございます。9位の方、ダベさん、ありがとうございます。8位の方、てっちゃんさん、ありがとうございます。7位の方、おかえりの曲さん、ありがとうございます。6位の方、しょなみさん、ありがとうございます。5位の方、タッティーさん、ありがとうございます。4位の方、わたっちさん、ありがとうございます。3位の方、待って、5位の方言った、私、5位の方、タッティーさん、ありがとうございます。4位の方、ロタッチさん、ありがとうございます。3位の方、
としくんさんありがとうございます。2位の方はやちゃんさんありがとうございます。1位の方文人さんありがとうございます。私ね11位の方言った覚えがないから11位の方います。やさきさんありがとうございます。イエーイ。11位の方言った、私なんか覚えてないもん。11位言った言ってない気がする私今。待って、でもギフトはもう流れてるから言ったでしょ多分。ギフト投げたのに名前呼ばれてないよって方お願いします、手を挙げてください。くるみの国どこ、ここ。くるみの国は家です。もうじゃあ皆さんここにねハートがあると思うんですけど、白い人はぜひピンクに変えてください。パンって押したら白ピンクになります。今来たトミーさんありがとうございます。ここ組の国はここだよ。165 1657回押したよ。あ、まあそれは大丈夫、奇数奇数回数やればピンクになってますか。なってるって嬉しい。あ、嘘、コウスケさんありがとうございます。くるみランドですね。よし、遅いな、ありがとうございます。寝坊するね、パンと押したらって、そうパンと押したらそうなるので、ぜひ押してみてください。今日は遊びに来てくださった方、コメントしてくださった方、フォローしてくださった方、ゲスト投げてくださった方、推薦コメント書いてくださった方、手紙読んでくださった、手紙書いてくださった方、ありがとうございました。もうね、少しでも今日は3819人の方が見に来てくださいました、ありがとうございます。まあ1時間やってこれからちょっと見て、時間余ってダンスを練習して公演に行きたいと思います。ぜひまた来てください、お願いします。え、押したら白くなっちゃうよ。そしたらじゃあピンクにもう一回ポチって。ありがとうございました。いつもこのポーズで、ありがとうございました。それじゃあバイバイ。じゃあ寝る方はおやすみなさい。仕事の方行ってらっしゃい、頑張ってください。学校の方、部活の方はもう楽しんで多分。じゃあバイバイ。じゃあもう本当に321でやっちゃうね。321バイバイ。